はい、アシュランスメン、サウンズです。で今日は、ですね、これからですね、ナイトライブをやりに都内に繰り出したいと思います。でこれからですね、まず、車でね、友達の車で、自転車を、この自転車ですね、この自転車をピックしてもらって、で、都内に向かうと。そして都内からようやくナイトライドスタートと。これからじゃあピックアップ場所に向かいたいと思います。狂ってますね、本当に。これからなんだけど、これからなのにまさかのパンクしちゃったっていうね。いやでも、まあ一応パンクキットは持ってるけど、めちゃくちゃめんどくさいよね。これも車の中でパンクチェックか、地獄だね、なかなかでございます。あ、なるほど。いや、まさかの。バッチどれ使います？このちょっと膨らんだの。これ100均なんですよ。うん、どうすかな。このサイズでもいけるな。なるほど。あ、でっかいつけとこうか。はい、いやー、じゃあ行きますよ。すげえ、すみませんね、なんか急なアクシデントで。よくあるよくある。意外とピストで初めてのパンクだから、ちょっと焦っちゃってここで来るの、え、こっから乗るのにっつって本番これからなのにいやいや、序章にもまだ行ってないっつって。あ、なるほどなるほど。なるほど、こうやって撮るっすね。このストラップもすげえしっかりしてるっすね。すげえ、やっぱラックあると便利だなすげえ、わーい、始まります。皇居もね、ライトアップしてすごい綺麗だし。いや、いいね。よいしょ。左で OK。 ガキンか、やっぱ人少ないのか、これは。超少ない。少ないか、普段はこっち来ないから確かに。超日和っすね。
穴場。そう、結構海側が近い。今ね、神田に、神田でご飯を食べておりました。でちょっとね、友達と合流するっていうんで一回ちょっと待機中ですね、これは。いや、なかなかね、年末ライド、いい感じですね。いや、東京タワーもね、素晴らしいですよ。素晴らしい。